チャオ。あちゃんです。今日はね、京都の帰りって言っても大丈夫よね。はい。京都の帰りで、サイエリアでイタリアンでアリスっていうことでね。まだ全部揃ってないけど、いっぱい来ました。ちなみに、ほうれん草のソテー、何やったっけな、イタリアンサラダ、エスカルゴ、でプロシュートと、で、これなんかわからへんの、何やったっけな、なんか、ケバブみたいなやつ。で、フリーフリーっ子、なんとか、と、赤ワインであります。プロシュートとね、はい、いただきます。では、いただきます。きなり。おいしいね。イタリアね。はい、あの定番イカスミパスタが来ました。いただきますね。まずね。では定番いきましょう。まずね、このままでいきます。いくよ、いくよ。あの、嫌な人目閉じてね。3、2、1。薄い？もっと、もっと食べない。もうちょっと食べてからもう一回いきます。はい、まずこれね、ちょっとね、味が薄いから、後でちょっと味足しします。もうちょっと、ここ行きます。では、ハロウィンスペシャル。いくよ。3、2、1。はい。でね、ブラックペッパーをちょっとね、足しましょう。ブラックペッパーをちょっと足して、オリーブオイルを足して、まーちゃんの定番の食べ方。チーズも足そうかな。そうだね、足しとこう。で、味がしまった。で、ハンバーグと、と、ハンバーグ。ハンバーグ。ダブルハンバーグ。
幼稚園にどっか行ったの？もう多分夜やから帰った。マスク、マスクレンタルさん。マスクレンタルさんもね、もう帰りになられたんで、はい、うん、もう日本一早い鉄道で帰ってしまったんで。あのマスクレンタルさんはね、結構遠くから来ていただいたんでね、あのもう帰りました、はい、ね、今日の晩ご飯はシュウ君と一緒に、なぜか京都に行けるというね、うん、昨日のライブでその辺ある程度ちょろっと話してると思います。まだライブしてないね、この後やねんけど、うん、いろいろね、動画の出る段取りがあって何を言うていいか分からへんねん、ポロッと言うてもったらあかんこともいっぱいあるから。いやね、サイゼリアは絶対に行かずにバスだから。エスカルゴ熱いらしいよ。エスカルゴ美味しいけど気をつけてください。熱いらしいんで。フリコもうちょっと熱そうやなこれも。ね、なんかね芋とチーズのなんかです。はい。もうよう分からへんよ、美味しいねこれ。あこ。ちょっとだけ熱い。気をつけてください。熱々美味しいね。暑いらしいから火つけて食べましょう。エスカルゴは加藤さん暑いのはちょっと苦手やから、あとそう、おいしいけど暑い、うん、おいしいね、イカスミパスタ、多分口真っ黒になってます。美味しいもの食べるときに気に入っちゃってないです。クレイジーって気になるけど、美味しいな。
今日は長時間の晩御飯になると思います。はい、プロシュートーン。めっちゃいっぱいあるからゆっくり食べていきましょう。美味しいね。ああ、せや。一旦止めようか。はい、ということでね、ちょっとね、この後ゆっくり食べていきたいと思います。では、また、後でお会いしましょう。はい、ね、サイゼリヤで大量にいただきました。美味しかったです。ごちそうさまでした。ね、今日はね、ゆっくりね、動画が止まった後ね、ゆっくりといただいて、で、眠くなって眠くなってきたけどね、じゃあ助手席で頑張って帰ります。はい、ということで美味しかったです。ごちそうさまでした。今日のあちゃんの晩ご飯金ですね金ですね、寝て帰ろうかということでね、ゆるっと今日は過ごしました。晩ご飯美味しかったです。ごちそうさまでした。今日は、京都のね、これ何店か分からへんねんけど、サイデリアで、晩ご飯でした。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんの晩ご飯良かったよと思ってくれたら、高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。